例えば2万円の服を買って一度短時間だけ着てやっぱりいらないなってなった場合、すでに売れている同じ服の金額を参考に18,900円、いやいや強気でメルカリへ出品です。新品が2万円で買えるから1100円安い出品ですよね。ただしそれ中古ですよ。いくら試着程度で新品同様だってそれは中古です。出品して30分以内にコメントで値下げ交渉が入りました。購入希望金額は17,000円です。その値下げは無理でも無理だなんて回答はいたしません。そして値引きしないわけでもありません。18,000円でどうでしょうと逆に聞きます。すると17,700円でお願いしますとのこと。すでにこの方は1,000円の値引きに成功してるけど1300円の値引きにトライです。出品して数日経過しているのであればその条件で売ります。しかしこれはまた先ほど出品したばっかり、これは無理なんですが無理だなんて回答はしません。それではこのままの金額で出品を続けます。ただ売れないのであればこちらのタイミングで値下げしていきますから、納得できる金額になった際にご縁がございましたらよろしくお願いしますって返します。するとすぐに18,000円で買いますって来ました。ここでお気に入り登録している人が少ないなら18,900円を18,000円に値下げします。ただその方の専用にはしないことと、値下げしている期限を決めます。買ってくれないなら元に戻すってことです。でもこれはお気に入り登録してる人がねすでに結構いたんですよ。ってことはこのコメントのやり取りを見てる人が必ずいるんです。だから18,000円で買いますの後はコメントに返事もしなければ値段も下げない、その状態で1時間待つんですよ。するとコメントをやり取りしていた人じゃない人が18,900円で購入してくれました。メルカリは心理戦です。18,900円で売れたのなら売上は手数料引かれて17,010円、送料もこちら持ちだから770円も差し引かれます。なので16,240円が利益です。購入金額が2万円なので3760円のロスです。試着代金が3760円ってかなり高いけど、着ないものを残しておくよりはいい。無理して着るよりは別の服にトライした方がいい。本当は買わなきゃよかった。でもそれは買わないと分かんないんです。汗染みは嫌ですね。でも汗染みができるかどうかなんてその日に着てみないと分からないです。夏じゃなければ、夏でも暑くなければ、暑くても汗をかかなければ、汗をかいてもシミにならなければ、いくらでもたらればは言えます。でも過去には戻れません。今できるベストな選択として自分で洗わずプロである僕に任せるってことですから、完璧に綺麗にさせていただきました。もちろんプロに依頼するってことはお金が必要です。当たり前です。それでも頼んでよかったって思えればそれでいいですよね。僕もメルカリで早々に打ってよかったと思うことがたくさんありますよ。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。